はい、皆さんこんにちは。今日は3月17日木曜日ですね。いい天気でね、気温も高くてすごいツーリング日和なんですけど、まあ今日はね、今何時ぐらいだ、今2時8分か。まあツーリングじゃないですけど、ちょっとあったかくてね、もったいないんで出てまいりました。ちょっとね、自分的にはテスト走行したかったんでね。まあ先日ね、ツイッターでもつぶやいたんですけど、前々から欲しい欲しいと思っていた、まあ商品があるんですけど、アマゾンのカートに入れてね、後で買う状態にはしてあったんだけど、いくらぐらいだったかな、24,500円ぐらいだったのかな。ずっとまあ約25,000円だったのかな。買うのをね、躊躇したまま、まあずっと放置はしてあったんだけど、ちょくちょくチェックはしていたんですけどね。そして3、4日前か、その24,000円後半で売ってたのが、いきなりね、22,000いくらってね、2000円以上ね、ダウンしてたんですよね、急に。あらっと思って、まあいつも通りじゃないですけど、まあ病気持ちなんで、右手が勝手にね、動くわけですけど、まあ動いて、まあアマゾンですからカートに入ってて、レジに行くわけね。レジに行って最終的にその注文するとか確定ボタンがあるわけですけど、だいたいまた自分はね、あの踏ん切りが悪いから、そのレジに行って確定ボタンを押す前でもう一回ね考えるんですけど、一応ね、あのツイッターにもね、ツイッターで皆さんにもお伺いを立ててね、偽もダウンしてるけどこれ買えってことかなと。まあどうせ皆さん無責任だからね、買え買え言うに決まってるんだけど、案の定そうでしたよ。まあそこでいつもならね、レジまで行ってワンテンポ考えるんだけど、今そしてあのレジまで行くと、なんか春のセールとか言ってね、全品じゃないだろうけど、ものによってね、レジまで行くとさらにまた 5% オフなんですよね。2万2000円ぐらいだったから、レジまで行ったらまたさらにね、そこで1000円ちょっと下がったわけですよ。あらららら、と思って。まあそこのその1000円でね、ダメ押しを食らって、もうまあ確定まで押しちゃったんだけどね。結局この道はね、大室山から、天城高原の方にね向かいまして、伊豆スカイラインの天城料金所とか、その辺にまあ通ずる道ですね。天城料金所の手前にね、空き地がありますので、そこでね、商品レビューなどしたいと思いますけど、まあいいや、そこでね、確定までしたんですよ。まあそこでまあ注文決定なんだけど、まあ自分のね、めめしいのはまたここからなんだけど、注文してね、まだね、あのしばらくはキャンセルが効くんだよね。注文してから、いや待てよ、これ自分のバイクに本当につくのかなとね、心配になってきたんだよね。まあとりあえずね、物が届いてね、つけてはみました。簡単に自分的にはね、綺麗についたと思いますよ。いやー、でも今日本当いい天気だな。雲が何にもない。今日木曜日だもんな。今日あたりね、ツーリング行ってる人はね、最高ですよね。花粉症持ってなきゃね。俺どれくらいかな、高校生ぐらいからかな、自分が花粉症なのに気がついて、それからまあずっと多い少ないはあるんだけど、薬をね毎年飲んできたんだよね、花粉症の薬ね。
鼻水止めるやつ、喉がカラカラになるようなね、それをね今年はね一度も飲んでないんですよね。まあもちろんくしゃみも出るしね、目もかゆかったりするんだけど、薬に頼るほどじゃないですよね。もしかしたら許してもらえたのかなと、杉の花粉に。多分他のね花粉はダメだと思うんだけどね。やっぱり標高が高くなってきたから寒い。今日はもうインナーも着ないでね、薄いジャケットだけで来ました。それとグローブももうペラペラなやつね、革の。でもあったかいあったかい。この先がね天城料金所か、天城高原ね。ここにねちょっとこう広場があるんですよね。旋回の練習したくなるんだけど、すると転ぶからやりませんけどね。俺この広さがあってもね回れないよどんだけ下手なんだよ、はあ、商品紹介始めたのにここでのんびりできるかと思ったら、ここに教習車が来やがった。はい、今回買ったのはね、前々から欲しい欲しいと言っていましたね、サイドバッグです。タナックスのね、スポルトシェルケース。じゃじゃん、こんな感じなんですけど、ブラックフェザーのね、お尻の方がひし形で、ここにグラブバーがねものすごく出っ張ってんですよね。これのせいでね、普通のバッグだとねハの字になっちゃうんですよね。これはもう初めからそのハの字になる前提で作ってあるんですよね。後ろがこう太くて前が細い、なので横はまっすぐね平行になると。だから予想してたよりもうまくつきましたね。うん、それほどおかしくない。そしてここでねこうグッとこう固定するんだけど、これもっと引っ張った方がいいのかな。固定してあるのはここのリアのシートの下に1本紐を通して、その紐を交差させてこことここでガチャッとやって、そしてここにこうですね、ベルクロ、これでビシッとくっついてますね。この辺の結構ねこの紐が余るんだけど、この辺どうにか綺麗にできないかなと思うわけなんですけど、前は一応ここ、これもねすぐもうこっからここなんで、紐が余りすぎちゃってどうしようかなと。こんな感じでいいのかな。タナックスさん教えてちょうだい。ちょっとこの辺もう少し研究しよう。思ってたよりもうまくついたと思いますよ。そしてねこれここにこうフックのかけるとこあるんだけど、タナックスのねあのねツーリングネットみたいなやつ、あれをここにバーンとね。そしてまあここにまだいつも使ってるボックスがつくでしょ。そしてねこの内側のねこの出っ張ってるところにうまく食い込ませるように、ここだけね、なんだっけ、そうだ、ネオプレーンとかいう素材をここに使ってて、ここが伸縮するもんで、この出っ張ってるところをうまくこう吸収してくれると。じゃちょっと開けてみようか。よいしょ、こんな感じ。あ、これちょっとねチェーンをねチェーンにはぶらさせてきたもんで、後で拭こうと思ってこれ入れてきたんだけど、これ靴をね、これ説明書、これレインカバーか。そして今これまあサイドスタンド立てて斜めってるもんで、これもここで調整できるのかね、こう下にこぼれないように、その辺よく考えられてますよね。まあ後ろは結構厚みがあるから結構入るんだよね。前の方はあんまりないんだよね。靴をぐらいじゃ楽だけど、よく皆さんつけてるあのねタナックスのこれより前に出たやつ、四角いやつ、あれならたくさん入るんだろうけど、あれをこれにつけたらね多分斜めになってすごい不格好になると思うんで、スポーティーなお尻をしたバイクにはこっちの方が合うと思うな。ウインカーにね干渉しちゃう人もいるし、これ後ろがこう細くなってるもんでね、それほど主張しないしいい感じじゃないですか。気に入りましたよね、こっち側も。
こっちがパンク修理剤入ってますけど、まあ余裕ですよね。まあそんなとこですよこれ、うん、がっちりついてるんで、もう少し付け方研究したいけど、とりあえずこんなもんでいいんじゃないかな。タナックスのねスポルトシェルケース MFK217 ブラックでした。もう一つねシルバーがあるね。ブラックとシルバーしかないから、まあブラックしか選びようがなかったけど、ブラックが無難かな。今日は単純にこの商品紹介動画だけ撮りに来ました。さて帰りましょうか。いやーでもここでね今ヘルメットかぶってね消火したら暑いの、暑い暑い暑い、汗かいちゃいましたよ。そこも五塚の入り口だから五塚に行きたい気もするな。まあいいや、今日はお母ちゃんに怒られる。さっさと帰ろう。汗をかいて走り出したら寒い。まあこのサイドバッグで2つでどのぐらいあるんだろうね。30リッターぐらいかな実際はね。それでまあリアボックスつけてかなりかな。またキャンプやるときにはさらにそこね後ろのシートの上にバッグ積んだりするわけだから、こんだけあればいいだろうってぐらい物は揃ったんだけどね。物を揃えちゃねキャンプも行かなきゃもったいないしね。このねサイドバッグもねちょっとうちでね買ったのね見つかりたくなかったんだけど、早速今日ねつけてるとこ見られたんだよね。うるさいんですよねうちのかみさん。なんでそんなもん買ったのって言うから、いやキャンプとか行くときにね荷物たくさん積めるようになって便利だろうと言ったら、あんたもどうせログにキャンプなんて行かないのにいつも格好から入るよねって言われてね、嫌味を連発されてね。そして最終的にはいくらしたのとかね、いやそんな高くないっすよって言ったんだけどね、私の見立てだと3万円でしょうなんて言うから、いやいやいやそんなにしませんよなかなかねいいとこついてくるんだけどね。今日はすごくあったかいですけどね、このままあったかくなってくれればいいけど、そうもいかないんだろうね。先日焼いた大室山だけど、もうだんだんこれから春の新芽が出て、今度は緑色にねわらびがたくさん出てきたりするんだけど、でこちらが桜の里ね。まだまだ桜は咲いてませんけど、でも人はいっぱいいるな。まあ今回はねまだ来たばかりでつけただけでね、ちょっと今テスト走行しただけで、またこれからねいろいろ荷物詰め込んで重くなったらねどんな感じになるかとかまたレポートはしたいと思います。はい、今日はねタナックスさんの MFK217 だったかな、スポルトシェルケースサイドバッグのね商品紹介でございました。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。